ゴーストチャンネル。ゴーストチャンネルのゴースト社長です。ゴーストチャンネルのケイです。ゴーストチャンネルのあーちゃんです。よろしくお願いします。今日はですね、はい、名古屋に平和公園に来ております。はい、そして名古屋といえば、ウイロー。名古屋工事。ごめんね。そうじゃなく、はい、ある人に来ていただいてます。はい。はい、ということで登場してもらいましょう。はい。兵士担当の桜さんです。本当だ。桜さんです。その出方でいいかな。タイトル、タイトルカメラ。こっちに詰めてください。はじめまして。そこで右詰めていきましょうか。はい。ということで、今日この4人でやっていきたいと思います。ちなみにですね、タコラさんは実物が登場するの初めてです。お願いします。さくらさん。そして初登場にもかかわらず、本降りの雨が降っております。はい、私のせいではありません。おかしい。誰ですか。ということで、せっかくさくらさんもいてるんで、うん、心臓煽らされてるんですよ。息が切れて喋りにくいもんね。来る道中で疲れたっちゃう。違う違う、なんちゅうの、ガシッと捕まえてる感じ。途中でしなくなったら言ってください。はい、じゃあでは、早速検証の方やっていきたいと思います。はい、それでは検証スタートです。はい、早速向かっておりますが、ちょいちょい振り返る系。みんな足腰弱ってるのね。早速逃げてきましたね。これ虹の塔。早速逃げてきましたね。これ虹の塔。そうらしいんですが、それではとりあえずここでちょっと岩子を話して、誰が来るの。さっき見てなかったか。ここでは今公園全体ですけど、うん、女性の霊と子供の霊が目撃されてて、おばあさんですね、乳母、うん、車を引いたおばあさんがどこからともなく現れて、うん、あとジャンピングババア、ジャンピング追いかけてくるジャンピングババア、関西にもありますよね、岩津がある公園で。はい、ということでね、今日はそのジャンピングババアに一番会いたいと思っております。早速現れましたね。ジ
ャンピングパパです。とりあえず一旦この辺ちょっとぐるっと回ってみましょうか。はい、どこからあの出てくるか分かんないんで気をつけてください。はい、では行きましょうか。が離れすぎ。とりあえず虹の塔を散策します。あ、はい、寝ないでください。はい、すいません。収集がつかない。じゃあ、 あの K 一旦中入ってバケタン。どこバケタンないんです、さくらさんが。じゃあバケタン担当のさくらさんに。はい、お願いします。ピラミッドみたい。はい、赤ですね。赤かー、マジプレミア最近赤出てなかったんで、ね、はい、久しぶりの赤出ましたね。出ました。やばい時の色です。出ました、出ました、やばい。昭和ちょっとじゃあ中を取りに行こう。すごい、ピラミッドみたい。うんね、上が。ほら、集まるわ、ここはね。すっごい高さがあるわけね。中は円柱になってます。右と左側に違って、真ん中の上がタワーみたいなところですね。上には上がれることはないでしょうね。ここから上に上がられるんですかね。はい、怖かった。あ、オープニングを撮ったところの東屋っていうか休憩所みたいなところがあるんですけど、あそこ入るとすごく息苦しい。さっき、うん、オープニングでも言ったの、心臓は静かみにされてる感じ、うん、でここも山の頂上でなんかあの空気が薄い感じ。山の頂上ではないやけどね。そう、うん、そうです。とにかく息をするのがしんどくて、もう喋れないぐらい苦しかったね、うん、そう。で虹の塔の時はすごく楽で、うんうん、この東屋に近づいてきた時からもう息がまた上がってきたって。やっぱり、うん、東屋って集まりやすい、集まりやすい、ちょっと怖いよね、うん、2人でも。そう、うん、怖さはね私はない。ない、うん、しんどいだけで。そう、私ちょっと怖い、なんかこう邪魔されてる感じ。あ、うん、はい、あ、どなたがいらっしゃいましたら声かけていただければ怖くないのでお話ししてください。誰かいますか？ちょっとね、今日ね雨が降っててすごく感じが、うん、あー赤く光ってる。だったらもう何それ。シャーも久しぶりにね赤見たんですよ。それが続けて赤光るとはもうちょっとやめましょうか。大丈夫大丈夫、うん、ここからがいいとこだよ。違うか。
平和公園っていうのは本当に学校行ってる頃から有名な公園で、名古屋に住んでらっしゃる方とか愛知県におられる方はよくご存知かと思います。うん、お墓もあってすっごい広い公園で、すっごい広いね。そうなんで、もう学校行ってた頃よくここの話をしてたんですね。車のそのウィンドウ窓に血の手当がやっぱいっぱいバババババってついてるとか、うん、見回ってる方も目撃したとか、うん、まあ曰くって言ったら、まあお墓もいろいろあるのであるのかな。実は、うん、でも私も実際来るのは初めてで。あ、そうなん、うん、あ、初めてなんや。そう、うん、酒取ったやな。そう、いや、もう近寄れないからってあ、そう、うん、今日は頑張ってくれてる。そう、嬉しいの。めっちゃ頑張ってくれてる。うん、ありがとう。ゴーストチューズさんは食べてくれないんですが、気配はもう完全にあります。え、気配ある？あるよ。マジ、どっちの方？全部囲まれてるよ。いや、どうぞ。もう駐車場からずっとね、うん、うん、来るときにあーちゃんが黒い髪がとっ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 たのみたいね。うん、普通あれね。あ、そう、うん、大丈夫？様子見してるから大丈夫、うん、でもこうやってたまにね赤く光るっていうのは怒ってる人もおるってこと？邪魔してくる、うん、ではもう今苦しくないじゃない？うん、大丈夫、うん、離れたよね、うん、うん、でも周りで様子見てる、うん、うん、撮影をしてます。すいません、お騒がせしてます。普通に日常生活で、うん、ね、お買い物とかね、うん、モールとか行ったりしててもならないのが、うん、こんな全然歩いてもないのに息切れがするっていうのはちょっとおかしい。そう、うん、もう喋ってたら本当もう倒れるんちゃうかいぐらい。フラフラしながら2人でね、うん、この公園なんか入ってきましたから。なんで愚か、愚かねって、愚かねって言われたよ。びっくりした、ごめんなさい。愚かね、愚かじゃないです。おもてあふわれてるね、うん、完全に挑発されてる。なんかね、女性の強い念、でもね、そこまで強い念感じないの。もしかしたら動画を見た時にいろんな声が入ってるかもしれない、うんうん、その時はコメントください。お願いします。お願いします。実際現場では聞こえない声がね、動画に上がる編集の時点で、うん、気づくとか、うん、編集が一番怖いと思う。歩いてるよね。いや、車掌たちが来てるのですね。こっち今コツンコツンやろ、うん、コツンやろ。ヒールの音が聞こえた。そう、うん、聞こえた、うん、私もコツンコツン。社長とケイ君帰ってきました。今ね、こっち側ヒールの足音が聞こえた。何ですか、うん、それでは視聴者の皆さんの検証、はい、スタートです。翔太、
になれますよ。お墓。誰も知らない。それはあなたのためではありません。あなたはここからですか？平和。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さくらさん、さっきからこっち気にしてて、うん、写真を撮ってたから、こっちじゃなくて、こっちで、心霊写真が撮れたので、また、はい、見ていただけたらなと思います。はい、そんなに強いいたずらをするような霊体ではないです。はい、はい、また何か感じたりしたら写真撮ってください。はいです。
たくなってきた。息苦しい。さくらさんが息苦しいそうです。が3人ぐらいちょっとうろうろしてる。社長気をつけてくださいよ。なんかね、ちょっかい出そうとしてるけど、うん、私たちの後ろにいる。っていうことは僕とさくらさんたちの間に3名。はいはいはい、うん、真後ろに今さくらさんと僕が3人の女性を挟んでいる模様です。右だそうです、はい、ちょっとあまり映せませんが、もう常に心臓がやられてる感じ。いい声だね。やられてる感じ。いい声だね。何の音かな。え、そうかと思った。でも数え切れないぐらいありますよね、うん、あ、ここがね、戦後でしたっけ、戦時中でしたっけ。もう今この周り全部お墓です。映せないんですけども、左も右も全部墓地になってます。社長が今言うたやつですね。聞こえへんな。この公園自体がお墓を作るためだけに建てられた公園とのことなので、ものすごい数のお墓に囲まれております。なんか、ね、多分雨がこのカメラに向かって降ってるんでオーブみたいに映ってますが、これはオーブではなく雨です。喋ってるか全然ならない。この集音マイクがね、拾ってくれてると信じて、うん、一応集音マイクついてますんで。登りよりは楽なんはずなんだけど、はい、めっちゃしんどい。心臓が、心臓乗ってる。そこを右に見てください。右、右って。え、今めっちゃ喋ってた。うん、あ、こう、水の音か。うん。めっちゃ喋り声に聞こえた。誰かがマイクのそばで囁いてるから。いや、今歩道の方、広い歩道。心霊スポットの中のおトイレをお借りした時にあーちゃんについてきてもらったんですけど、あーちゃんが具合悪くなっちゃって、急遽ですね、あーちゃんが体調おかしくなったので一人でね、検証したいと思います。池でね、自殺する方が多いらしいんで、中性に疲れた。いつもご視聴いただきありがとうございます。初めて見たという方も面白いと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタン、コメントもいただけると嬉しいです。ではまた来週火曜8時にお会いしましょう。バイバイ。